お前らは首を突っ込まなくていいからな。前らかの河川敷には近づくんじゃねえぞ。ああ、お、これは恋と言ってる振りだね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。どうも。シクシク、どうしよう。なんか声と見た目が合わないんだけど。どうしたの君、何か悲しいことでもあったの？伝説のウォッチ使いって人のお手伝いがしたくてこの町に来たんだけど。え、それってもしかして俺のこと？ヘック、どこに行っても会えなくって、気がついたら帰り道もわかんなくなっちゃって、シクシク、おやつの飴も全部なくなっちゃって。ヘック、ヘック、落ち着いて。なんか混乱してるみたいだし、このままだと俺のことも気づいてもらえなそうだな。ねえ、さっき言ってたおやつの飴があったらちょっとは元気出てくるかな。多分出てくると思う。じゃあ俺が持ってきてあげるよ。どんな飴が欲しいのか教えて。いろんな味がある飴、私のね、お気に入りなの。あれを舐めたらちょっと元気出るかも。いろんな味がある飴だね。よし、見つけたら君にあげるよ。本当に？ありがとう。それじゃあ私ここで待ってるね。いろんな味がある飴とは一体何でしょうか。とりあえず、違う違う、ウキウキペディアじゃねえ。とりあえず、あ、ドロップ缶のこと？もしかして。そういうことかな。あるよ。いろんな味がある飴、持ってきてくれたの？持ってきた。ドロップ缶をあげるよ。はい。うん、ドロップ缶持ってきたよ。君が欲しがったのって、これだよね。うん、これ探してたの。ありがとう、持ってきてくれて。うん、美味しい。よかった。ちょっと元気出てきたかな。ごくん。シクシク。ドロップ飲んじゃった。また泣きそうになってる。どうしよう。ドロップもうやだ。わがままかよ。元気になると思ったんだけどな。硬い飴はもういらない。次はふにゃふにゃで柔らかい飴持ってきて。今日はもう何も食べたくないから。また明日持ってきて。なんかちょっとわがままだな、この子。シクシク。でもここでほっとくわけにもいかないよね。ふにゃふにゃで柔らかい飴持ってこよっと。練り飴のことかな。リアル時間で1日後にもう一飴渡そう。リアル時間？リアル時間やってそんなのあるの？ってことは、あれやん。ベンチで休んでもダメってことやんね。練り飴は持っとんかな、私。なくね？ないわ。さっき選択肢の中にあったのに持ってないんやね。あ、ちょっと待って。とりあえず、大森山に帰りますか。てか、あれは一応クエストには入らんのや。現代の大森神社へ。ワープします。ね、クエストとしてカウントされんかったよね、なんか。はい、到着。ってことで、どうも。ようやく。お主たちは。いや、ケータ、お前らもこの異常事態に気づいたのか？異常事態？もしかしてフクロウに会ったの？はい。私たち、顔にお面をつけてる背の高い妖怪を探しているんですけれど。うん。そのような妖怪には心当たりがないな。そうですか。ノー。我が輩たちが集まっているのは、未来から来たという妖怪についてだ。まあまあ。あちこちで騒ぎを起こしやがって、俺たちともいくつか手を回したんだけどよ。このままじゃ拉致が開かねえってことで、妖怪集会を開くことになったんだ。妖怪集会？ああ。未来の妖怪側からも提案があったのだ。今回のゲームは話し合いで解決しようとな。未来の妖怪が帰れば済むんじゃないかな。もしかして扉を開きっぱなしにした犯人かな。でも話し合いで解決できるの？なんだよ、俺だって本家の大将だ。戦うだけが取り柄じゃないんだぜ。うん、とはいえ、相手の出方によっては、こちらもそれなりに対応させてもらう。ああ最近暴れてねえからな。体がなまっちまってな。これだから喧嘩好きの輩は。おいおい、最初はお前の方が殴り込みに行って満々だったじゃないか。まあ喧嘩するなよ。二人が喧嘩しないでよ。この程度、喧嘩に入らん。騒ぎが収まるまで、俺とこいつは協力関係ってやつだからな。あくまで一時的にだ。仲悪いな。はあ、やっぱり先にこっちが喧嘩になりそうね。なあ、お前らは首を突っ込まなくていいからな。
前らかの河川敷には近づくんじゃねえぞ。ああ、お、これは来いと言ってる振りだね。我が輩たちに任せて帰るがいい。真夜中の河川敷。あのお二人が出たとしても、さらなるトラブルの予感しかないですね。それに、フクロウのことも見かけていないみたいだったし。そうだ！夜の集会に来る妖怪の誰かがフクロウを見てるかも。そうね。首を突っ込むなって言われたけれど、様子を見てみるのはありかもね。いやー。そんなの待ってられませんよ。こうしている間にもウサピョンが。はっ！とはいえ、未来のエージェントとしては、さらなるトラブル発生は見逃せない、ですよね。そうね。よーし！こういう時は別行動で任務を進みましょう。ウサピの捜索任務はこの私が。皆さんは妖怪の集会とやらの潜入任務を。うん。わかった。でも無茶はしないでね。はい。ウサピのことならお任せよ。絶対に見つけ出しますから。絶対に。ウィスー！それでは我々は妖怪集会の方へ向かうとしましょうか。真夜中の河川敷です。バレないようにそーっと覗きましょう。真夜中の河川敷。やっぱり稲穂さんとウサピョンが心配だね。そうね。でも私たちは妖怪に集会に行ってみましょう。なんか声よる。ウィス。なになに。妖怪集会、真夜中の河川敷で行われるようですからね。あ、こんなところにも妖気汚染が。さあ、ひっぺがしていきますか。おっと、うい、大丈夫か。だいぶダメージが。ひっぺがせ。そりゃえ、なに、ひっぺがしたけど、これが、この辺のが出てきたってこと。まずい漢方、とろーりピザチップ。え、何もないんかい。何もないんかい、そういう感じ。そんなことがあるのね。なるほど。とりあえず、真夜中の河川敷に行ってみましょうか。公園や。じゃ、ここで、休みますか。一休みしていこうかな。はい。じゃ、とりあえず深夜0時ぐらい。休みます。よし、これで河川敷の方に向かいますか。河川敷の方に向かって妖怪集会を。妖怪集会の仲間に、お、集まってる集まってる。他の妖怪たちはいないのね。ん？あれが妖怪集会？見たことない妖怪もいる。誰かからフクロウのこと何か聞き出せたらいいんだけど。うむ。あ、我らが大王カイラ様に代わり、この場を治めに来た空人である。うむ。同じく雷神である。まずはこの度の騒ぎ、代表として謝罪申し上げる。ほう。意外と物分かりがいいものが来たな。な。なんでこんなことになってんのか説明してくれないか？世界に闇が広がる予言あり、それともに扉が現れた。その扉が開かれたものとなり、物珍しさで中に入った妖怪がいる。そうして騒ぎを起こしてしまった。だが我らに侵略のつもりはない。これより妖怪たちを引き上げさせ、扉はカイラ様が管理する。つまり、おとなしく思いつつの世界に帰ってくれるってことでいいのか？その通り、カイラ様の名のもと、責任を持って引き上げよう。解決するの？これで。なるほど。それじゃあキュービー、この町の妖怪たちに説明してきな。任せてよ。オロチもだ。あれはキュービーとオロチの未来の姿ってこと？承知した。話し合いを持ちかけたのって、カエル様のお付きだったんだ。うん。喧嘩にならなくてよかったよ。未来の妖怪にもなんか強そうなのにだし。そうね。今ならフクロウについて話が聞けそうかも。お？フクロウ！姫はどこにいる？フクロウ！なんか様子が変。貴様。
姫はどこに？姫がいないと。ああ、まずい。なんだこれ、体が。おお、みんな大変だ。なんか変なモヤモヤが。何あれ、前にやるときはこんな風にはならなかったのに。おお、黒太陽、我が輩の力が。やばい、みんな様子がおかしいよ。なんとかしなきゃ。でもこれだけの妖怪を相手にするのってさすがにちょっときついんじゃない？強いやつらばっかやし。あ、フクロウやってくれたな。面白くなってきたじゃないか。ヤツの矢にはあそこまでの力はないはず。何が起きているんでしょうか。さあな、せいぜい引っかき回してもらおうじゃないか。さあ、妖怪探偵団、お前たちにどうにかできるか。厳しい。あれ、ふみちゃん、どこの犬だろう。ずっと鳴いてるけど。あ、ナビワン。あ、いた。なんかちょっと光ってるけど。もう確率に変やろ。見えるの？ナビワン。来いって言うの。あれ？もしかしてこのワンちゃん、ついて来いって言ってるのかな？犬の鳴き声がしよるけんって出てくる？深夜よ、深夜。あ、ちょっと待って。オッケー。え、ふみちゃんにバトンタッチした、マジで？あの光るワンちゃん、何なんだろう。え、てか、あれっすか。え、ふみちゃん、あの場所に行くの？一般人だよね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも多分これ不思議な犬についていこう。ナビアンについていって、そのままケイタたちと合流する感じよね。もしや、妖怪が見えるようになるとかそういうパターンですか？ふみちゃんまで。